はい、皆さんこんにちは、風道でございます。今回なんですけども、最近ね、このスーパーベローチャ伯爵がね、結構尿漏れがひどくてね、おもらしがひどくて、でここのラジエーターのところのね、このホースバンド、この隙間からおもらしがあって、まあ痛車は結構多いんですけどね、純正だとこういう鉄のクリップタイプのものでパチンって止めてるんですよ。なんでね、結構圧がかかったり経年劣化してくると、この隙間ができてね、ここから冷却水が漏れるっていうのは結構多いんで、前回ここをね、こういう国産に多いスクリュータイプのね、こうねじ込み式でギューッと締めていくタイプのものに変えてもらったんですよ。そしたらね、左側の漏れは止まったんですけどね、ここをやったらね、すぐにね、今度の右側も同じですね。ラジエーターのちょっとここ見えづらいんですけどね、ここの奥に同じのがあって、まあ、今度そこからね、水漏れしてて、で、昨日休みだったんで、ディーラーさんに持って行って同じようにね、スクリュータイプのものに変えてもらったんですよね。で、見てる感じではね、止まったんで、まあ、そのまま帰ってきたんですけど、今日になったらね、また謎のね、漏れが発覚して、おそらくもう場所的にもここしかないんで、まあ、またここからじゃないかということでね、さっきディーラーに電話したら、もうちょっとね、これ締め込んでもダメそうなんで、ホースごとね、変えてみましょうということで、サムコの結構いいホースに変えて、まあバンドもね、それもスクリュータイプのやつなんで、それに変えて様子見ましょうってことなんですけどもね、痛い出費ですね。これでまたね、サムコのやつに変えると5万円ぐらいかかるんですよ、全部で。で、どうせならね、クーラントもヒートブロック、ワコーズのやつにね、変えて、なんだかんだで5万円弱ぐらいかの出費になっちゃいますね。これ保証で、ワランティーでやると、まあ、おそらく無料でいけると思うんですけどね、このホースとバンドをね、純正のものを頼めば。ただ、まあ、結局純正のものを頼んでもう治るかどうかわかんないんで、まあ、それを待つよりね、もうどうせだったらいいやつに変えちゃおうかっていうことで、うん、そういう流れでございます。しかも純正のやつね、ホース頼んでもホースとクリップで何ヶ月かかるかわかんないじゃないですか。なんでね、特に今、ね、コロちゃんの影響もあるんで、もうそんな待ってらんないっていうのもあるんでね、どうせだったら、まあ、有料になっちゃいますけど、お金かけていいもんに変えちゃおうかなっていうのもありますね。結構、痛車乗る人、まあ、他のね、車もそうだと思うんですけどもね、アルファロメオとかもそうだと思うんですけども、納車の時からね、こういうクリップじゃなくて、もうバンド式のやつに変えて納車してくれっていう人も結構多いらしいですね。なんで、まあ、この際、お金かかっちゃうけどね、ワランティーで純正のやつを待つよりそっちの方が手っ取り早いかなと思って、もう一体出費ですけどね、この間俺これのおもらしでね、2日間入院して帰ってきて、コンテナにこいつを入れて、家までちょっとあるんでね、距離があるんで原付で帰ろうとしたら2段階右折忘れて捕まるっていうね、ベローチェ乗ってんのになんで原付で捕まってんだよっていうね、ゴールド免許目前にして捕まるわ、次の日にねまた水漏れしてくるわ、で直してもらったらまた次の日にまた同じところから 水漏れしてくるわってね、ちょっともう散々なんですけどね、もうしょうがないですね。まああとはね、車のタイヤ4本あって2本パンクしてるっていうね、釘が4本刺さってたっていうね、こんな不幸なこと続きます本当に。しょうがない、もうしょうがなくない、もうね、いよいよ本当お祓い行かなきゃダメかなと思ってね、実はね、今日その朝一でね、佐野薬用系大地にね、薬用系に行こうかなと思ってたんですよ。でその矢先にエンジンかけたらね、なんか嫌な予感するなと思って下見たらね、また漏れてるっていうね感じなんですけど、あとこれ皆さん、これ色緑に見えますよね。でクーラント入ってるクーラントはオレンジなんですよ。でこれね、ディーラーさんもね、まあアグスタジャパンさんもね、みんなして首をかしげてね、なんで緑が出てくるのっていうね、不思議でしょ。なんで俺はね、この謎を解け明かしました。これをねちょんって触って、こういうところにねちょんってつけるとオレンジなんですよね。これ目の錯覚なんですよ実はこれみんな騙されてましたよね。ね、どう見ても緑じゃないですか。ちょんって触ってちょんって乗っけるとオレンジなんですよこれは騙されたよね。もういろいろだから考察しちゃいましたね。もしかしたらモチュール300Vのねエンジンオイルが混じっちゃってんじゃないかとかさ、もうみんなね頭クエスチョンでしたけど、これでね謎が解けましたね。オレンジのものを黒に乗っけると緑になるっていうね、目の錯覚でございました。てなわけで、まあこれからねまたディーラーさんに持っていこうと思います。ディーラー 2days でございます結構距離があるからね、もう行くのも大変なんですけど、とりあえず今日1日預けて明日の夜にはね全部サムコになってクーラントも入れ替えてくれるっていうことなんで、まあまた戻ってきたら動画1本撮ろうかなと思ってます。ありがとうございました。片道でございました。バイバイ。はい、マックに来たんですけど、まあコーラここからも水漏れですよくできすぎてるでしょ、ね、俺の人生まさにトリックアート落ちだらけだよね本当にこんなところからも滴り落ちてくる、美味しすぎるマックだけに